はい。今日の一問一答ですね。保険医療サービス分野。定期巡回随時対応型訪問介護看護という単元になります。定期巡回随時対応型訪問介護看護について、次の記述は正しいかやまか答えよう。問題。主治の医師が認めた許宅要介護者以外は給付対象とならない。主治の医師が認めた許宅要介護者以外は給付対象とならない。というふうにありますが、これは誤りになります。 居宅要介護者以外は給付対象とならないっていうところはその通りなんですけど要介護認定を受けている人しかこれは対象とはならないんですが主治の医師が認めたっていうところが誤りになるわけなんですよね。というのも主治医さんが必要な時っていうのはこれ訪問看護サービスを使う時だけけになるわけですね定期巡回随時対応型訪問介護看護っていうのは全部で4つのサービスでなるわけですけれども 1>, まあ1つが定期巡回サービスそれからもう1つが随時対応サービスそしてもう1つが随時訪問サービスそしてもう1つが訪問看護サービスということでこの4つのサービスを提供するのが定期巡回随時対応型訪問介護看護になるわけなんですけれどもこの定期巡回随時対応型訪問介護看護っていうのは2つの類型があるんですよね。で1つが一体型と言われるものでもう1つが連携型と言われるものですね。 で一体型っていうのは、一、まあ、つの事業所で訪問介護も訪問看護も行うというですね、これが一体型といわれるもの。で、連携型っていうのは、訪問介護と訪問看護が別々なんですよね。えー、この定期巡回随時代型訪問介護看護っていう事業の指定をですね、もらっているところ、まあ、訪問介護ですよね。えー、それと、もともとの訪問看護事業所が連携を図ってサービス提供するっていう場合、この2パターンがあるわけです、一体型と連携型。 で連携型でのがあるわけです連携型の定期巡回随時対応型訪問介護看護で1から3のサービスしか使わないと定期巡回サービス随時対応サービス随時訪問サービスの3つしか使わないとで訪問看護を使わないという場合は訪問看護を使わないわけですからこれは主治の医師の指示というのは必要ないということですよね、えー、ということになります。 ですけど、まあ、一体型であるとかあるいは連携型で訪問看護を使うっていう場合は当然これ医療系サービスを使うわけですから、まあ、主治医さんの指示が必要ということになるわけですね。まあ、こんなような仕組みになっておりますのでですので、まあ、基本定期巡回随時対応型訪問介護看護に関しては、まあ、基本医療系訪問看護を使うということをですね折、まあ、り込めば 主人の指示が必要ということはその通りなんですけれどもただまあ例外的に連携型で訪問看護を使わない場合に関しては主人の指示は必要ないということですから、まあ、100%主治医の指示が必要というわけではないということになるわけですね。ということでこの設問というのは誤りということになります。ということで、えー、今日の問題ですが。 主治の医師が認めた居宅要介護者以外は給付対象とならないというふうにありますが、これは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。